画面の前の皆様こんにちは、ダイです。さあ今回はですね、ハベル装備の入手方法とハベルの簡単な倒し方についてご紹介の方をしていきたいと思います。場所はですね、古竜の頂というエリアのかがり火、無名の王からのスタートになります。まずね、このかがり火まで到着したら、この道をね、まっすぐ進んでいってください。するとまあ階段があると思うのでね、ここを登っていきます。で、この階段をね、登り切りますと、ザゴ敵が2体いると思うので、こいつらをね、処理してください。こいつらね、ついてくると面倒なんでね。はい、でこいつら倒したら、さらにこの階段を上に登っていきます。で、ここ曲がったところにね、ザゴ敵がいるので、こいつはまあ2回攻撃すると落ちてくれるんでね。で、ここに梯子があるので上に登ってください。はい、で、梯子を登り切るとね、前方にハベルさんがいます。で、今回はまあこいつを簡単に倒す方法なんで、一度ね、梯子まで戻ってください。で、梯子まで戻ってきたらね、梯子を降りて、で、この辺でね、待機します。で、ハベルがなかなかこっちに来てくれないなーって時は、一回顔を出して、で、一回挑発して、で、もう一回下に降ります。はい、するとね、挑発に乗っかったハベルが攻撃をしてきて、はい、お疲れ様です。ということで、簡単にね、ハベルを倒すことに成功しました。まあ、まともに戦うとね、ハベル結構強いんで、どうしても勝てないという方はね、こういった地形を利用したね、戦い方というのもおすすめします。はい、で、次にですね、一度ロードを挟んだ後に再びこの場所を訪れると、この場所にですね、アイテムが出現して、で、ハベルのね、盾と武器をね、入手することが、できます。で、ここまで進めたらね、次はですね、ファランの牢牢というかがり火まで、移動の方をしてください。かがり火まで移動したらね、これ右手にね、エレベーターがあると思うので、ここにね、乗って上に進んでいってください。で、上まで進んでいくとね、はぐれデーモンがいた場所ですね、あそこにアイテムが一つ出現して、これですね。で、これを調べると、ハベルのね、装備関係一式を入手することが、できます。さあ、ハベル装備はこんな感じになります。まあ、比較的に要求ステータス高いんで、持てる方は限定されると思いますが、まあ、一作目から登場している装備なんでね、興味のある方はぜひね、入手の方をしてみていただければと思います。はい、それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらコメント、高評価、あとチャンネル登録していってくださると大変嬉しく思います。ではでは。